h-e-y-s-a-y-j-u-m-p の八乙女ヒカルさんが12日、かねてから交際の一般女性との結婚を電撃発表しました。八乙女ヒカルさんは所属事務所、スタートエンターテインメントを通じて、この度、一般女性の方と結婚することになりました。と報告しています。一方、ファンクラブでは結婚の2文字は使わずに、 八乙女ヒカルは人生で大きな決断をしました。どう受け取ってくれるのか。不安でいっぱいですが、とした上で、一人でも多くの方の笑顔が見たい。笑顔にしたい。光になりたい。それは昔から変わりません。一歩一歩地に足をつけて歩んでまいります。まだまだ未完成な僕ですが、これからもたくさんのことに挑んで、皆さんと一緒に、 笑顔で溢れるような時間を少しでも多く過ごせるように。HEY、SAY、e、JUMP の活動。そして個人の活動としても今以上に精進します。と綴っています。有岡大輝松岡真優が結婚発表。交際7年で入籍。できちゃった婚を事務所否定。スポーツ紙によると、八乙女光さんはメンバーには事前に結婚することを報告し、 祝福を受けたといい、婚姻届の提出費など詳細は非公表で、挙式、披露宴は予定していないそうです。そして、八乙女光さんの結婚発表に対してファンからは、相変わらず報告文にという二文字を書かない HEYSAYJUMP。大ちゃんも光くんもファンを悲しませたくないという気持ちがひしひし伝わってくる。光くんの結婚報告の文。 すっごいよかった普通に泣いてしまった。一般女性。ポイント高いなわら。光くんらしすぎる。多分これ。徐々にダメージくるやつだ。アイドルしてる光くん見たら泣いちゃうやつだ。わあわあ光ひくんおめでとう。大きな決断はすごいよ。幸せになってね。ファン派な第三者ってこといい加減気づくべき。 光くんこれまでも完璧なプロアイドルだったので全然何も心配してない。おめでたい気持ちしかない。などの声が上がっています。有岡大輝さんは結婚前から松岡真由さんと同じマンションの別部屋に暮らし、反同性状態にあると報じられていました。一方、八乙女光さんは過去に女優のバッサこと本田翼さん。パフュームのあっちゃん。 こと、西脇彩香さん等との交際疑惑が浮上したことがあるものの、近年は女性関係の噂は特に出ていなかっただけに、突然の結婚発表にはかなり驚きました。発表によると、結婚相手の女性は一般の方ということで、年齢や職業、馴れ初めや交際期間など詳細は現時点で一切不明ながら、3年前に出演した占いバラエティ番組、 突然ですが占ってもいいですかでは、好きなタイプは、年上、注意されたい願望があるので、年上、強い、なのかもしれない、などと、年上の女性が好きなことを明かしていました。八乙女光さんは、5歳ほど年上の女性と相性が良いとされており、将来的にすごくいい人と結婚する、気、があると鑑定されています。 彼の交際や結婚についての詳細は気になりますが、八乙女ヒカルさんは女性関係について特にスキャンダルがなく、真面目なイメージがあります。お相手もきっと素敵な方で、今後はアイドル活動を続けながら、幸せな家庭を築いていくことでしょう。HEYSAYJUMP の新番組、いたじゃんが6月4日スタート。MC を務める有岡大輝。 アシスタントのハスミ翔よりコメントが到着した。一つのことをず、と追いかけ続けている雑誌やウェブの記者たちが集結し、人生最高スクープを発表する会議を開催。5万円で豪華海外旅行に行く記者、世界で初めて大谷翔平の単独インタビューに成功した記者、日本一美しいトカゲを飼う記者など、愛すべき記者たちのスクープが続々と登場する。 この話を聞いていた HEYSAYJUMP8 人の意外な一面が覚醒。彼らのどんな姿が見られるのか。本番組では、有岡大輝が MC に就任。そして、アシスタントは今大注目のコントユニット、ダウ9万のハスミ翔が担当。ハスミは、今までもこれから先もこんな仕事を受けないと思います。と緊張気味だが、さすがは、字の人。 らしくスタジオに独特の笑いを生み出す二人のコンビネーションからも目が離せない両名からのコメント全文は以下に掲載他の7人が本当に自由奔放で大変で終わったら泥のように寝ちゃうんですだからこの番組でもそうなるのかなと思っていたのですが蓮見さんが横にいてくださって突っ込んでくれたりするのでとても助かっています実は 結構前からハスミさんのことが大好きなんです。最初にお名前を見たとき、震え上がりました。いつかご一緒したいと思っていましたけど、まさか、いたじゃん、でお仕事できると思っていなかったので、とても嬉しいです。ハスミさんの新たな一面にも期待できるんじゃないかなと思うので、楽しみにしてほしいです。自分のことを知っていただいている方とお仕事を一緒にできる機会はなかなかないので、 ありがたいなと思いましたし、純粋に嬉しかったです。僕は、テレビで見たことある人はみんな怖い人だと思っているのですが、HEY、SAY、JUMP さんも例外ではなくて、怖い人だったらどうしよう、と思っていたんですけど、とても優しかったです。リラックスしてやれたのは、皆さんのおかげです。今回ご一緒するにあたり、皆さんのことを調べたのですが、 年上なことにちょっと驚きました。すごい若い頃から見ている方々で、ずっと格好いいし変わらないので年齢とかを気にしたことがなくて、年上8人に囲まれるのか、と思うと緊張もしましたが、楽しくできたと思います。これから共通の話題とかを見つけられたらいいなと思いますし、皆さんのことを少しずつ知っていけたら嬉しいです。TV ライフウェブ、HEYSAY、e y S A y JUMP がメインを務めるフジテレビ系バラエティ番組、いたじゃんが6月4日より放送されることが決定した。HEYSAYJUMP。新番組が指導一つのことをずっと追いかけ続けている雑誌やウェブの記者たちが集結し、人生最高スクープを発表する会議を開催。5万円で豪華海外旅行に行く記者。 世界で初めて大谷翔平の単独インタビューに成功した記者。日本一美しいトカゲを飼う記者など、愛すべき記者たちのスクープが続々と登場する。この話を聞いていた HEY、SAY、JUMP8 人の意外な一面が覚醒する。番組では、有岡大輝が MC に就任。アシスタントはコントユニット、ダウ9万のハスミ昌が担当する。ハスミは、 今までもこれから先もこんな仕事を受けないと思います。と、緊張気味だが、スタジオに独特の笑いを生み出す。有岡大樹さんは以前に MC に挑戦したことがあり、他の7人が自由奔放すぎて大変だったが、ハスミさんがいてくれるおかげで助かっている。ハスミさんのことが大好きで、一緒に仕事ができることにとても喜んでいる。ハスミ翔さんは最初は不安だったが、